閣下、J9 号より報告です。現部にて捜索対象を発見。3号機の起動を開始。完全な制御下に入るのは明朝ひとひと丸々の予定です。ようやく来たか。旧機関代替品の方がよく働くとはな。王暦842年炎の月、ミリテス公国はロリカ同盟跡地より玄武クリスタルを発掘、軍の制御下に置くことに成功した。これによりロリカ同盟はミリテス公国に完全吸収されることとなり、旧同盟領は公国の版図となった。この事実はオリエンス各国に速やかに通達され、スザク領ルブルム、コンコルディア王国の両国に深い衝撃を与えた。大丈夫そうですね。戦う方法が違うだけで、裏方の連中も同じ戦士だな。クラスゼロは全員に合わせて軍部領導が成立ですね。あー、やってらんない。マジで気合い入れて頑張らないと。講義中に居眠りはまずいよな。しているようには見えませんね。じっとしてられないよ。エースのカードはどうやって整備してるの？かつて地の利は100万の兵にも勝るといった指揮官がいたらしいです。じっとしてられないよ。あー、やってらんない。お腹すいたね。かつて地の利は100万の兵にも勝るといった指揮官がいたらしいです。クラスゼロは全員合わせて文武両道が成立ですね。右から入って左のフェイントを混ぜて。マジで気合い入れて頑張らないと。
お疲れ様。ドクターの弓ね。白虎の軍事パレードですか。あの気象、あれが広告元帥指導オールスタインか。果実我ら広告はルブルブに致命的な打撃を与え、ロリカ同盟を完全に沈黙させた。これはより大きな革新への第一歩である。旧態依然とした慣習に甘んじ、古き秩序を奉じる行為は進歩の放棄に他ならない。進歩を伴う変化を恐れぬことこそ真の広告民である。同胞たちよ、銃を取り、新しき秩序への道を開け。我らミリテス公国こそオリエンスの導き手アギトとならん。よく吠えるこった。オリエンスの覇権を握るため、アギトの名を利用しているのでしょうね。お疲れ様。揃ったようだな。では始めよう。まずこれを見てもらう。これは、そう、反抗作戦で諸君が交戦した高機動飛行兵器だ。諜報部の調査で判明したことだが、あれは魔法障壁試験のために投入された機体だ。つまり実験機だったってわけね。そうだ。また朱雀侵攻時に使用されたクリスタルジャマーを搭載した魔導アーマーも同様の実験機だったということだ。クリスタルジャマー、高機動飛行、魔法障壁、朱雀にとってどれも脅威となり得る兵器だ。開発したのは白虎第4鋼室と呼ばれる研究機関。その研究機関が過去の数十倍の規模で物資を集め、さらなる実験機の開発を行っていると報告があった。これを見過ごすことはできない。広告領内の軍需工場のうち、このような規模の製造に足る設備を持つ箇所は一つ、フェリステリウム白虎に隣接した兵器工場。諸君の任務はその工場内への潜入及び新型実験機の破壊となる。フェリステリウム白虎、広告主体の進行作戦なのか。いや、進行作戦は発令されない。工場への潜入及び破壊工作は諸君の単独任務となる。あ、マジかよ。敵地のど真ん中にね。潜入経路は諜報員が確保している。諸君は実験機の破壊のみに集中してくれ。この任務の可否は
今後行われるであろう進行作戦の要ともなる。全ての力を出し切り成功させろ。はい。本作戦は敵首都への侵入でもある。作戦開始後はオイソルとスザクへ戻ることはできない。必要なことがあるのなら今のうちにしておけ。以上だ。気を引き締めましょう。しゃあ。期待してるぞ。頑張って。応援してます。